竹脇町が1300万円おろされたって聞いて460分の1ペイでコメントしようと思ったけど、どこ探してもふざけたコメントなさすぎてやめた。いやさ、こういう状況でさ、いやさ、こういうさ、秀逸なコメント、秀逸なコメント、まるで大谷翔平と水原一平。いやちょっと名前似てるけどさ、竹谷翔やし、な、似てる似てないか。そう思ったらすごいよね。関係ないんよ、身近な存在であろうがなかろうがな。一平一平じゃない、今回の犯人一平になってんの、どういうこと。いろんなところに手出すぎやろ。はい、てな感じで、先日は皆さんいろいろご心配おかけしました。一日経って、まあこれ動画上がってることって周りってか、その普通のうちの社員にも伝えてないから、まあびっくりするんじゃないかな。え、すごい普通に動画出してるやん、あんなに落ち込んでたやんって。まあもう一日経ったら、あの動画を出してしまったら自分の中ではもう、まあ一区切りつけたみたいなもんですよ。まあなんかこうね、自分の中で竹谷翔、まあ俺の本名なんだけど、竹谷翔と竹焼翔とみたいな感じがあって、まあこう竹焼翔、俺であって俺でないみたいな、なんかそういう感覚、一応こう分けてる感覚でもあるよね、竹谷翔と普段の俺と。俺からしたらそれ若干俯瞰的に見てる部分があって、竹焼翔はどうすんねやろみたいな、この状況で、いやピンチはチャンスやぞ、こっから普通にこういう動画撮ったらおもろいやみたいな感覚で今動画を回し始めたから、だから本当にだから客観的に見て、あ、だから11年続けてんねんなみたいな、だから YouTube11 年続けれてんねんなみたいな感覚にはなりました。これはね、10年プレイヤーじゃないとなかなかできないですよ。とりあえず休止やもんね。まああとはこう自分自身で思ったんが、まあ今回こういう被害を受けて、自分はそういうことになれへんっていう、なんか変な自信もあったよね。言うたらさ、1300万円より価値がないっていう風に見られたわけやんか。あ、俺まだそこまでの人間なんやと思って。だってもっともっとこう付き合っていったらそれ以上の価値を与えれると思ってたからさ。まあでも、相手からしたら俺はその1300万以下の存在なんやなって思った時に、いやもうちょっとこう、なるほど、自分自身も見つめ直そうかなっていうふうに思いましたね。とても落ち込むと思うけど、一人でも見つめないでください。まずあなたは何も悪くない。そして自分にも非があったかもと思ってしまうあなたの優しさで、そんなことはない。めちゃくちゃ優しいこと言ってくれるけど、まあけど、結局人は鏡みたいなとこがあるから、俺の行動がそういうふうにさせてしまったっていうことは紛れもないんで、身近な人が金に手を出すって、性根腐ってるわけだし、本人のためにも法的措置取るべき。甘い対応するか反省しなくなるみたいな。誰が甘い対応したって言いました、言いましたか、甘い対応したって言いました。他にもなんか、それで許すって甘すぎて、許してません、俺は今回許しません、そして甘い処置も取りません、めちゃくちゃ厳しくいきます。まあまあいろんなのコメントがあったんよ、そのはっきり言うよみたいな。はっきりとは言えない、言わないんじゃなくて言えないっていうとこまでしか言えないっていう感じなんで、そこら辺をちょっとご了承くださいということで、まあ自分の中でこう前に進むためには、前の動画必要やったかなっていう、なんかこう一回沈んだ後に、なんて言ったらなんかこう、やっぱりさ、高く飛ぶたびには一回沈まなあかんやんか。沈んだ後に高いジャンプができると思ってるから、まあ、あれを出した後に、より高く飛べるように。アンチさえもファンにしようかな。うわ、竹焼翔、1300万、に横領されてやんのー。ざまをめちゃくちゃ落ち込んでる、みたいな感じでこと、思ったやろ。思ったけどね。あ、ちょっと待って、最悪。ちょ、待って、うーん、かー。やばい、変な曲がり方してたって。いける、え、ちょっとなんか俺曲がってるかもしれん。あー、また闇動画出さなあかん。あー、なんかお腹すいた。何も食ってないよ、今5時やけど、夕方の5時やけど、ちょっとバタバタしてて、決して食えないとかじゃない。あと指に絆創膏があるけど、決して自分で自分を傷つけたわけじゃない。なんか知らんけど、うちの飼い猫のお腹を撫でようと思ったら引っかかれた。初めて引っかかれた。嫌なことって続くねー、友達。とか最近ちょっと話変わるけどさ、お腹すいたからなんか飯食いたいなと思って、俺は料理を作ってくれる奥さんが欲しいぜ、結婚したくなってきたなっていうのをなんか最近 X とかでつぶやいてたら、リアルに最近3、400件ぐらい結婚してくださいっていう DM と抱いてくださいっていう DM が来るっていう話前したって。その中にさ、私も玄米食べたい、ヘロイ食べたいみたいなんねんけど、違うんですよ、俺は結婚してないから自分で作るしかないんよ。だから作ってほしいよ、ほんまは。いや、もちろん俺も作る日もあるよ、一緒に分担しよう、せめてさ曜日で分けようよ。いいよ、とりあえず今日は俺が作ろう。ラーメンでも作るか。ラーメンがいい、ラーメンにしよう。作るからにはガチなやつ作る。あの普通に味玉とか作る。今はさ、こうやってさ、なんかこう平気な感じだけどさ、
や、もうマジでどうしようかなと思ってたから。なるほど、あんまりこれ、人の名前出すのも良くないけどさ、芝生がさ、なんかこう、ちょっとメンタルアップアップになった時にさ、すごい X にいろんな投稿してたやんか。なんかこう、各所に攻撃みたいなさ、あれを見てて、うわ、なんか大変そうやなって思って、自分自身、まあその X とかにじゃないけど、内々で、なんかこう、なんて言ったらいいんやろな。精神的にマジで参ったら、あんな感じなんねやって。って身をもって知ったというか、なんかどうでもよくなんねんな、すべてがもうどうでもいいわ、そんな感覚になったんで、ちょっと本当に気をつけないといけないなっていう、誰にでも怒んねんなっていうふうに思ったわ。でも俺昨日の動画でも言ったけどさ、こうやって俺がまた頑張ろうっていうか立ち上がろうと思えるのは本当にマジでみんなの存在があるからやと思うよね。もちろん厳しいコメントもあったけどさ、励ましのコメントもいっぱいあったし、肯定してくれるだけがファンじゃないからさ、まあもちろんね、クソみたいなコメントもあるよ、お前の意見なんて聞いてへんねんみたいなクソみたいなコメントもあるけど、ちゃんとこう正してくれるというか言ってくれるファンもおるからさ、なんかいろんなコメントがあってためになるなっていうのをね、昨日思いましたね。カッピだけやそのお口宴。さ、昨日さ X にもポストしてんけどさ、人の悪口言わない人生あるみたいになってるからさ、いい人ぶりだとかそういうのじゃなくて、なんかその方が自分に自信が持ってる気がするっていうか、他人を傷つける人って自分自身を大切にできてないんやろなと思って、俺もね、俺の知らんところでいっぱい言われてるんやろうけど、まあ、俺のモットーとしてはマジでそういうの見合うようにするっていうのがあって、気にせえへんとか言ってもさ、人間やから食らっちゃう部分あるやんか、まあ、だから俺の知らんところでやってたらいくらでも別に言ってくれても俺に届きもしてないというか、同じフィールドでもない、弾が届いてない、まずそもそもこの弾がまず届いてないから、そういうやつって結局なんか俺に向けて発射してる、発砲してるようで自分にこう向けてるんやろなみたいな、だから自分が傷つくだけやろなって思って、俺もなんかこうね、悪口じゃないけどさ、ついそういうの言っちゃう時あるからさ、そういうのは気をつけようかなっていうふうに思いましたね。厳しいこと言いますが、金銭との管理はご自身がするべきだと思います。とてもかしこの多分なんです。一番悪いのはあなた自身だと思います。やかましいアホ、生きて操る、それが人生の全てです。インプゾンビ、インプゾンビ湧いてくんな、悪口やぞ。味玉を作るには7分半、スープを温めつつ7分半で味玉を作って、で台所に顔のパックがある。なんか俺さ、そのすごい肌白いですねとかって言われるわけよ。どんなケアしてるんですかって言われるからさ、俺そんなにそこまでケアしたことなくて、だから今になって今やっといたら予防になるみたいな、だから最近はちょっとそういうの気をつけようかなっていうのを感じて、パックとか買っちゃってみたいな。世の中さ、悪い方向に目を向けるからさ、しんどくなるのであってさ、いや俺なんかまあこういう状況であってもいいことばっかりやしね、やっぱこういう活動してたらさ、俺ほんま自分自身で超ハッピー、幸せと思ってるから、いやまあこれだけ幸せやったらそういうこともあるよねみたいな、俺ちょっと幸せすぎるんよ。神様が平等じゃないっつって、多分俺の幸せをちょっとマイナスにしたみたいな形になってね、それでもめちゃくちゃ幸せやから、限界上等やってやろうか。綺麗に抜けました。めっちゃいい感じの半熟じゃない。はい、というわけで完成しました。八丁味噌ラーメンです。めちゃくちゃうまそうじゃない。いただきます。うまっ。我ながら天才的にうまい。うん、やっぱこういう時はね、うまいもん食って元気出さなな。うますで。そう、なんかしかもさ、昨日さ動画上げる時にさ、なんか収益化オフみたいなボタンが、収益オフっていうか、なんか選べるんよ。収益化でもなんか6パターンぐらいあって、毎回これにしてるっていうのがあってんけど、それを見ていった時に、なんか一番上にあったやつが、なんか収益化オフになるみたいなの書いてて、あ、じゃあそれでアップしようと思ったら、最初5分ぐらい動画見れんくて、通知も行ってなくて、視聴者からそのなんか、X とかインスタとかで動画のサムネイルは出てきたけど、押したらなんかページを再生できませんみたいなのがあったって出て、いつもと違うことって何やろ、収益化オフしたぐらいやなと思ったから、オンにしたら見れるようになったっていう。ごめん、ちょっとオンにするつもりなかったんけど、なんでじゃあオンにするつもりなかったんかって言ったら、概要欄にも書いたけど、マジで深い意味がなくて、なんか自分の言ってることをなんかまっすぐみんなに伝えるためには、うん、オフにした方がいいんかな。なんかだってさ、はい、1300万楽天カードマンみたいな来たらさ、萎えるやん。萎えるやん。いや、だから、オフにしようと。
思ってんけど結局できんくて、まあ、ごめんっていうので、まあ、収益化せな割に合わんのではうちらゴロゴロしながらタダで見てるだけの見やしってきて、まあ、ちょっと ありがとうなっていうの、はい、お客さんが自分のキャパオーバーだと思うので伝言師になり警察でお任せすればいいと思います。身近な人たちに対応すればいいかと考えこうとしてみましょう。いやそんなことはないです。自分がもう行動してるわけじゃないんでそこは安心してください。めっちゃ汗出てきてんけど熱っ。はい、というわけで元気出ました。もう一度言いますけどご心配をおかけしました。熱いな。こんな感じでまあ新規で撮ったものもあれば出だめしてるものもあるんでその辺を織り交ぜつつ客商をね提供できればなと思うんで、でまあ自分自身まだ成長段階というかまだ完成形の姿じゃないと思ってるんで今の高役賞はだから11年約15年20年と長い目でまだまだ成長していく高役賞をぜひ、楽しみにしていてください。そんな感じで、今日の動画は終わりたいと思います。ありがとうございました。